どうも皆さん、おはようございます。カタカナで布団です。今回はですね、フィギュアヘッズやっていこうと思います。カジュアルマッチに来てます。最近はランクマッチの動画とかが多かったんですけど、今回はカジュアルマッチでやっていこうと思います。よろしくお願いします。で、ヘビーアサルトで来てます。で、フィギュアヘッズはヨランダお姉さんに、オートリペアをつけてきました。よろしくお願いします。まあもう超回復を見せつつ、頑張ってね、勝ちにつなげていけたらなといった感じでやっていこうと思います。よろしくお願いします。トレードポートですね、やっていきましょう。さて、どうすべきかな。とりあえず真ん中でいいと思うんだけど、トレポアヘビーちょっと難しいんですよね。てかまあヘビーがあんまり得意じゃないところがある。あー、奥のやつ狙えばよかったかな。あー、いけるか。ちょっと怖いな。いけ。とりあえず真正面のやつを倒していきますか。 OK。 おー、削れるか。あー、ダメか。お、あっぶねっすな。あっぶな。あっぶねー。ありがとうありがとう。全然見てなかった今回はですね、バラージを持ってきてます。PO のガトリングですね。個人的には一番好きな武器です。強いかと言われるとちょっと微妙、でもすごい扱いやすいかな。個人的には射程も長いから AR 使ってる人にとっては使いやすい感じじゃないかなって気がします。おお、すなそこで湧いたのか。あぶね、ワンチャン後ろとかあるからね。ほんとちょうど真後ろに巻いたりとかありえるから気をつけていかないと。あー、削りけないあー、ダメか。オッケーオッケー、ありがとうありがとう。わ、ヘビーがきつい。スナイパーさんチース。よいしょ。あ、ちょっとやめて。動くと、あ、オッケーオッケーオッケー。あぶねーよし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 、ちゃんとね処理できた。バランジは本当射程がな、おお、大丈夫か。ちょっと待って。あ、下がれ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 。あー、やられたかFG グレードでやられましたね。残念。これ上行けるか。上行っても大丈夫そうだよね。ちょっと上行こうか。とりあえずこっちを。おー、なんだなんだ。あ、やばくないこれちょ待って。だってヘビーもいんのか。やばい。おー、やばいぞこれ。やばいけどロックされてる。どっからだ。おー、ちょっと待って。あー、やばいやばいやばい。あ、これ削り切れる。あー、ちょっとダメかあー、ダメだな。ちょっとボケをかましちゃいましたねあれは行くべきじゃなかったね。間違いなく。やっぱヘビーはどうしても、先読みして動かないと。あとレーダーね、しっかり展開してね、やっていかないとダメっていうのが、よくよくわかる。一シーンだったんではないでしょうか。さて、どうすっか。ポストを取りに行ってあげたいね。大丈夫かな。あ、なんかスナイパーが下行ってるから、あれ挟んであげようか。挟んであげよう。多分ヘビーはまだ持つよね。まだ持つそうなんで倒してあげよう。オッケー、よし。まあ両機が倒したんですけどねもうほんとね、動くと当たんないんだよな。バラージは射程がね長いので、まあ当たりやすい、当てやすい部類のガトリングとなってますかね。火力はあんまない、言うほどはない。あー、 FG でやられたFG でやられちゃったか。期待期待な。でもまとりあえずあの領域をサポートかな、サポート領域をやりたい。 OK。 いや、やっぱヨランダお姉さんはいいですね。回復、即回復。こっちのヘビーやるか。で、近づいてきたら返り討ちにしてあげたいところだけど、上から来てるね。あ、ヘビーか。やれるかな。ちょっと、こう当たってくれ。
動くと当たんないだろ。オッケーオッケー。で、あのヘビやりたいけど裏来てるな。ちょっとまずいな。この距離感僕一番苦手なんですよね。あ、え、あれ、あーやばい。アンヘルでやられちゃった。ムーブだな。いやー申し訳ない味方。おー一気に北に来るな。味方助けてあげてほしい。あーダメか。結構厳しいですね。どうしよっかな。まあ、とりあえず南に人が多いんで、まあ、頑張って死なないようにね。さっきから死にたくってるけど死なないように北を取りに行けたらいいですね。バズーカの人をやれたらいいんだけど気づいてないね。気づいて、あーちょ待って待って待って、動くと当たんない。オッケー、よしよしよし、オッケー。回復してどうしよっかな。やっぱこのオートリペア便利だな。いいっすね。ポストを取ったらリペアで置いて、あ、ポストを取ったらリペアを置きたいんだけど、置きたいんだけど、どうだろう。あ、ヘビーがいるな。磁気ヘビー。とりあえず潰して、あ、どっちもやられちゃったか。リペア置いてからやればよかった。せっかくの三段が。これはちょっと行っていい？大丈夫だよね。これ行くよ俺は。行くぞ。ちょっとポスト、いやー今下がった方が良かったか。あーこれトルメンタっぽいな。トルメンタですね。どうしたもんか。前出て一気に倒しに行くか。レーダー張ってないかな。気づい、あ、そうか、レーダーさっき破壊したもん。ギョッ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 。どうよどうよ。あれこの人なんか回復した？ヨランダか？ヨランダっぽかったね、なんか。向こうもヨランダ使い。オッケー。さて、どうすっかな？ん？なんか足音すっぞ。あ、どうも。オッケーオッケー。オッケー。どっからでも、かかってこいよ。かっこ料金に任せる。危ない。もうスナイパーはあんまに好きじゃないんですよね。格闘に持ってこられるとどうしていいか分かんなくなっちゃって。とりあえずレーダー破壊して、オッケー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 。あーこれやばい。いつの間にか回り込まれてる。あーなんであれトレーノか。あーやべ、あったんねー。あ、あーこれ逃げれるか。いやー、やるしかなさそう。やるぞ。ちょっと待って、トルメンターなしよ。オッケー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 。これですよ、リーダー機キルした後のこの回復。やっぱヨランダさん最高なんやなって。あーこっち向いてないな。あーやりきれるか。あー、ちょ、身残り、また身残りかよ。これがバラージじゃなくてトルメンタだとやっぱり削り切れてたんかな。まあ僕のエイムが一番の問題だとは思うんですけど。おお、トルメンタ痛えなやっぱり。だがトルメンタはね、あのリロードじゃないや、オーバーヒートしやすいので、ああやってねこう適当にちょんちょんやっとけば、あれやれるか、ちょんちょんやっとくとね、こう左右に揺れて少しずつ顔出したりすると結構あの相手にしやすい。まあやっぱこの、おーあっぷね、よし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 、オッケー。結構倒して、あれ、あ、あ、まだやれてなかった。あっぷねあっぷね、なんか敵やられたかと思ってた。あっ、あーやばいやばい、オーバーヒートしてる。あっぷねあっぷねあっぷね。またトルメンタ、あー下にもいる。これ大丈夫か。あーありがとうありがとう。オッケーオッケーオッケー。世話しねー、世話しない。あートルメンタ野郎だな。あの人もオートリペアつけてんのかな。クセラかな。ミニロケが一番厄介なんだけど、さっき撃ってこなかったし多分違うでしょう。まあジタリア大丈夫だから、あとはこの KD をうまく守りつつ敵を倒せればいいんだけど。あー行くか、料金投げてもらってるし行くか。ちょっとスナイパー下から来てるからめっちゃ怖いんだけど。
南に寄ったね。あー、やれるか。ああやって左右に揺れたりとか、物陰に隠れながらやってると、あー、いや、痛い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 、危ねえ。危な。ヨランダさん、やっぱマジで神なんやなって。オッケー。よし。ああ、おお、めっちゃいい試合だった。いやー、なんとか勝てた。最初の2レースがちょっと痛かったけど。なんとかね、味方を、味方と一緒に、勝利へね、導くことができたんじゃないかなと思います。いやー、いい試合だった、謎に。ご視聴ありがとうございました。今回は、PO のバラージを使って、ヨランダで回復しながら、火力が足りない分、補っていく形でやっていきました。どうだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。またランクマッチの動画とかもちょくちょく上げていこうとは思うので、まあ、よかったら見ててください。ご視聴ありがとうございました。まあ、PS4 版ね、だんだん近づいてきたんで楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。